サージェフ・ジ・ウィンストン・ラッセル・パルマーは、ニュージーランドの元政治家。第33代ニュージーランド首相。ビクトリア大学ウェリントン名誉講師。国際司法裁判所判事。日本語では、ジェフリー・パールマー、ジェフリー・パルマーと表記されることもある。ネルソン・カレッジ卒業。ビクトリア大学ウェリントンへ進学し、政治学と法学を学ぶ。1967年に、 アメリカのシカゴ大学で PhD を取得。専門は不正行為法、国際環境法。オーストラリア政府に勤務し、1974年にビクトリア大学ウェリントン教授に就任する。その後1979年の議会総選挙にニュージーランド労働党より出馬し、クライストチャーチの選挙区で初当選。 1984年の総選挙でニュージーランド労働党は勝利し、デビット・ロンギが首相に就任する。パルマーは、ロンギ政権で副首相、法務大臣に就任し、小選挙区比例代表併用制の発案に取りかかる。この年より、ロンギ首相とロジャー・ダグラス財務大臣主導の行政、財政、経済改革が断行され、ロジャーノミクスが始まる。 1987年の総選挙でニュージーランド労働党及び論議内閣は再任され、パルマーは環境大臣に就任する。ダグラス大臣が推し進めたロジャーノミクスをめぐる党内反対派との対立から、1989年8月に論議は首相を辞任する。副首相のパルマーが第33代ニュージーランド首相に就任した。しかし、学者肌で、 カリスマ性、リーダーシップに欠けるパルマーは国民受けが悪く選挙に勝てないと判断した。労働党は就任1年後の1990年9月にマイク・ムーアを公認党首に任命する。パルマーは国会議員を辞職し、法学の世界へ戻ることになる。議員辞職後、ビクトリア大学ウェリントン教授へ復帰し、 1991年から1996年までアイオワ大学教授に就任。バージニア大学でも教鞭を取る。2002年に国際捕鯨委員会ニュージーランド代表を務め、2005年にはニュージーランド法務委員会議長を務めた。国際連合の要請を受け、2010年5月にトルコとイスラエルとの間で起きたガザ支援戦。 襲撃事件に関する調査委員会会長に就任。セントルイスワシントン大学とホフストラ大学より名誉博士号を授与されている。1991年に聖マイケル、聖常寺勲章、オーストラリア勲章。2008年に上席法廷弁護士の称号を受賞2011年にシカゴ大学名誉同窓生に選出された。ありがとうございます。